手袋。手袋。今日あったかいやん。手袋。イエーイ。あんまりっくりなかった。来ました来ました遊園地。何時間かかった？5時間ぐらい。っていうかさ、えれ茨城県だよねここ。茨城ですね。千葉県から茨城県来るのになんでこんなかかるんだろうね。1個しか県まだいないよ。やばいとしか言えない。綺麗。景色を拝みましょう。天気良くてよかったね。ジェットコースター走ってる。ジェットコースター。五列しかない。混んでる。混んでそう。気持ちいい。すごい。ね。リミちゃん。リミ手危ないよ出さなきゃ。そう。危ない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 。リミちゃんも危ない。確かに。走りたい。うん。お、大丈夫。大丈夫。走りたくなったの？急に走るからどうしたらかと思った。おかえり。髪チュルチュル、手だれテカテカ。テカテカ。よしじゃあ行こうか向こう。じゃーん。買いました。遊園地来ました。はい、これまず乗ります。ドリームコースター？イエー怖いかな。わ、結構高そうだよね。待っていきます。はい。けどでさ、なんかさ、ディズニーの感覚が抜けなくてさ、あんま怖そうに見えない、ね。確かに。楽しいかもね。ディズニー行きたいね、リミちゃんね。あれでも誕生日に行くんでしょ、リミのディズニー。行くそうですよ。楽しかったです本当に。楽しかった？なんかね胃がちょうどいい感じに浮くの本当に良かった。行きましょう。次行きましょう。時間ないんで。そうだね、席は空5個。次これ乗ります。はい。ローカルだね。怖い、何気づいて。怖い怖い怖い。押し寄せてきた。シロン。シロンだ。シロンだ、ね。次何乗るの？ブランコ乗りたい。ブランコ。
一周じゃない？ちょっとつきそう、気をつけて。まだ柔らかいんだけど、なんかパリパリじゃないね、気をつけて食べるのが難しそう。美味、うんうん、しい、うんうん、いただきます。本物のリンゴかな硬そう、今度は硬い食べれない。え、硬いんだけどこれちいちゃん、おりそう。ゆっくり舐めて食べろってことかな。そうしましょう。はい。これね、ゴリラちゃん。ゴリランチョ。かわいい。ゴリランチョちゃんっていうの？ゴリランチョ、ムービーフェスティバル。そんな名前なの？すごい長いね。ゴリムビちゃんですね。ネミがやったんだよ。ゴリランチョ。私が買ったのこちら。渋。納豆なめたけです。納豆なめたけですね。やっぱ納豆関連ですね、しもちゃんね。だって茨城に来たんだよ、納豆。そうだよね。確かに、それだよね。これご飯に乗っけて食べようと思います。うん、で美味しかったらいろいろ海苔とかいろいろね挑戦してみようかなと思って。めっちゃ美味しそうじゃない？今ねプチプチがね周りについてるから見た目わかんないと思うんだけど、マジで美味しそうなんですよ。見てください、これ。うん、一緒に食べよう。これキノコだけど大丈夫？なめたけだから大丈夫だよ。あのなめこ汁とかのさ、あれいける？なめこじゃない。なめたけ。あとなんか銀さんに首だけ、うん、超長いバームクーヘンです。超長い、これ起こして食べたい。そう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 、こうして食べるみたいなさ。じゃあ絶対その顔して食べてよ。笑わせないで。それぐらいだけ買ったの。あとママがねレジに行った時、あ、そうそう、これ美味しいんだよ、このスープ。関係ないけど、全くここと。買っちゃいました。以上です。本当はなんだっけ、ゴリラの鼻くそっていうお菓子を買おうとしたんだけど。美味しそうだった。美味しそうだったんだけど。ダメだよ、そんなこと言って。まあ、そうだった。はっきり言いすぎだから。ただ私たち、あ、しーちゃんとかがあんまり好きなものじゃなかった、なんか豆菓子みたいな。納豆とか書いてあったから見たら、うん、乾燥され、そう、まあ湿気みたいな。そう、湿気湿気の言い方よ。マジでなんかもうスカスカ水分なし
のスカスカ豆みたいな。そうね、苦手だな。そうね、やめたね。飲みました。はい、ということでね、もう時間なので、ここ5時までで、もうすぐ5時なんですよ。はい、なのでお腹も空いたのでね、もうご飯食べに行きたいと思います。え、リミまだお腹空いてないの？マジ？お寿司だよ、リミの好きな。お寿司口に入れてみ。なんかしほりみきはお寿司屋が多いよね。そうなの、なんか毎回お寿司屋じゃない？お寿司屋だよね。リミもお寿司好きだしね。ゴリラ。うちらって日本人だよね。日本人。そりゃそうだ。